はい、皆さん、こんばんは。今日プロユーチューバーの勝っぱです。それでは、ABC225 続き G 問題やっていきます。G 問題、こちら、×。X か。X ですね。えー、あ、×だったわ。えー、縦 H 横 W のグリッドがあります。各マスには整数が書かれていて、上から I 行目、左から J 列目のマス IJ には AIG が書かれているよと。で、これから高橋くんが、あ、この HW 個あるマスから0個以上選んで×印をつけます。一つの×印は、書かれるマスの左上の角度と右下の角度、 角を結ぶ線分。および右上の角と左下の角を結ぶ線分です。はい。高橋くんのスコアを、バツ印が付けられたマスに書かれた整数の層は引く C× バツ印を書くために必要な線分の本数の最小値と定義しましょう。あだから、バツ印、こんな絵があるかな絵がない。えっと、例えば、 まあ、こういうふうにマス目があって、こことこことこことここ,とこってやるときは、実は、これと、この3本でいいから、3C、ペナルティは 3C だよってことですね。はい、みたいな問題でした。えっ、ー、と、で、これはですね、えっ、ー、と、まあ、まず線分ドリブ、ああ、でも問題はこれあれか、線分、関係ないところに変な線引けないっていうのが難しいですね。よいしょ、こういうふうにしておいて、 えー、こう、こう、こうとかはだ丈けない。こうするんだったらこうしないといけないって感じですね。はい、わかりました。で、これは、あの、そうか、なんか千分ドリブンでやろうと思ったんですけど、そうじゃなくて、×書いて、なんかこことここ両方取るんだったら、1個ペナルティ減るよとかですね。はい、こんな感じになる。そうだよね。はい、はい、はい。 ああ、で、そうか。千分、結局千分の端っこの個数になるので、えっと、ある隣を2つ取ったら、ペナルコストが1個減る。1個減ります。だから、各頂点、各の 2C コストがかかるんだけど、まあ、左上右、要は角を共有する、角を共有するっていうか、まあ、角と角でくっついて、1点だけを共有するような2個を同時に取ると、2C 点、あ、C 点減りますという。C 点減りますか、C 点増えるのか。 という感じですね。はい。ので、まあ、そういうふうなことを踏まえて、コストを最大化してくださいということです。で、これする、これどうなるかっていうと、各頂点について、各頂点についてもらえる点数があります。それは、A、a-c 2、c、点ですね。ただし、こことここ同時に取ると、c 点増えるよ、みたいなのがあります。から、これは、 で、しかも、これ、おあつらえ向けにもね、これ、あの、そういう関係にある人たちって、二分グラフなんですよ。二部グラフ、二部グラフ。だから、えっと、どうしたらいいかっていうと、いや、印つけるかつけないかですね。二部グラフに一旦分けちゃって、で、片方は、あの、つけるかつけないかの話を逆にします。で、逆の人たちに、どうして、こう、つけるかつけないかを、 左右であのカットを考えます。で、カットしたときに C 同士が同じ方に属すと C。え同じ方に属す。あまあ、そもそもここの間辺が引かれてないので同じ方に属すという こっちの人がこっちに属して、こっちの人がこっちに属すると、それは同時に引いてないことになるから、まあ、ここは罰がつくんですよね。なので、要は、ち、同じ、違う方に、あ、普通にいいのか。えっと、ツつけるかつけないかを選んでおいて、あ、だから各頂点について、えー、つける、 つけない人。まあまあ、バツつける人バツつけない人。ああ、難しい。えっと、つけるとつけないに分けましょう。で、つける方に入るか、つけない方に入るか。で、つけ、まず、つけないときは、2c 点、減るよ。もつけるときは何点減るよみたいなのがあります。まあ、だ、A 引く 2c が、その、成果負かによるんですけど、まあ、つけたら減るとか、つけなかったら増えるとか、そういうふうにして、 あのなんかいい感じにしてあげてください。で、さらに、えっと、両方つけたら、点が減るみたいなのを、してあげたいですね、えー。両方つけたら点が減るなので、これ、これどうするんですかえー、っと、両方つけたら点が減るにしたい。逆に言うと、両方、 あ、違う側に入ったら辺が、点が、あペナルティーが増えるか。あ、そう考えた方がいいですね。ここ、型をつけて型をつけなかった時に点が増えるだから、えー、違う側に入ったら点が減るという風にすればいいので、それで、えー、最小カットを求めれば OK です。だから、もう一回整理すると、えっと、各,各頂点について、つける、つけない、 つけたら A-2C 点増えます。あで、えっ、ー、と、今回ペナルティをちっちゃくしたいんですよね。だから、まあ、減る、減る分をなんとかしたいとしましょう。まあ、そのけ、まあ、もともと、 つけるにしてもつけないにしても得られる点数があって a、a c 2 0のックスですよね。で、つけたらど,どっちか分減るとかあるんで、まあそこはうまいことしてください。で、さらに、えっ、ー、と、別の方に入ったら c 点減る。でいいんだっけ。えー、c。別のに入ると。あ、そうですね。c 点。 ああ、だから全部 A 点ずつにしておいて、別のに入ると2分の C 点減ると思えばいいのか。はい。そうすれば、その端っこが2分の C なので、2分の C あげましょう。で、2分の C がめんどくさいので、他の点数を2倍にしてあげて、最後に入れ割ってあげましょう。えっ、ー、と、はい。G.Cpp。うで、こうやって。 HW もらいます in hwc forinti は 0i は 1iw j はゼロ j は wj プラプラで c in a カッコイカッコイイですでえっ、ー、とまあ頂点番号とかうまくしてあげればいいと思うんですが wc ですねでアットコーダーの、えー、なんだっけミンミンマックスフローグラフ 大変失しましキャパシティはインテジャーです。で、まあ、mf2 ううにしておいて、ああでこれの頂点数なんですけど、h w もらって、int n は h かける w 足す2ですね。スタート地点が n 引く2で、ゴールが n 引く1です。はい。 じゃあ、こういうふうに組んでいきましょう。AIJ もらいましたので、なんか AIJ もらえると思うと、つける方をつけると、あ、だから全部 AIJ もらえると思って、うん、と、mf.add.h。スタートつけたら、次、 つけると A 点もらえる。で、もともと A 点もらえてるから、つけると0点もらえて、あ、ロ点引かれて、つけなかったら A 点引かれるというふうにしましょう。ですから、でもこれってミン、ミンカットここ全部減らすだよね。あ、そっか、減らす。あ、そう、ね。0点減らした方がいい。 つける。あ、違う。つける方消すと A 点減る。つけない方消すと0点減るか。ああ、で、そうか。あだから外側を追加すればいいね。絶対につけない人たち。はいはい。ので、H×W なんだけどうん、ここはプラスにしてあげましょう。はい。でここも、1から H。 m1 から w ですね。はい。ここ、h プラプラして、プラスイコール2、w プラスイコール2とかしてあげた方が親切かな。こうして、はい。で、あとは I、i イコール1、t イコール1。はいはい。で、この内側の辺すべてについて、まあ、0から、 h, 0から w にしてあげて fi イコール0または i イコール h 引く1とか j イコール0とか j イコール w 引く1のときは絶対に塗ってはいけない辺ですから mf.add h で s 側についたら塗ったことにしてあげましょう塗,塗っちゃいけないから s をつけない方と切ろうものならなんか本当に切れるみたいなような点数をつけてあげればよくて えっと、だから、インデックス関数作りましょうか。ローとインデックスが、えっ、ー、と、i と j もらって、リ,リターン、えっ、ー、と、i かける w プラス j ですね。はい。w は、rw キャプチャできてないので、キャプチャはい、できました。で、インデックス ij から t に絶対にそこは、 なくしていけないよというような絆を気づいてあげます。でそうじゃない場合は、えっ、ー、と、mf.at1。あなたをもし s 側から切り離したら、点数没収しちゃうよというふうに表してあげましょう。cin, a. んっ、えー、と、a. サンプゼ0でサムプラスイコール a ですね。これ、えっ、ー、と、点数が、あなんかでかいから、 ロングロングにしてあげようという話です。はい。で、えっ、ー、と、あれですね。2倍しましょう。かけるイコールに。はい、で、最後に、えー、隣とかに結びつけます。if i, I、i プラス1が、まあ、1以下で、j プラス1が w 以下だったら結んであげましょう。mf.add.h、えー、インデックス i、 プラス 1j、あ、違う、ij と、インデックス i プラス 1j プラス1。ここには、c 点、c 点減らします。はい。で、逆向きもって感じで。はい、こうですね。で、えー、っと、今度はこれの左下バージョン。 斜めバージョンなので、今度は i 1にしてあげればいいのかな。はい、こうですね。で、こうしてしてあげれば、あで、この時は、あれですね、えー、H 以下は当たり前なので、これがちゃんと0より大きいことを言ってあげれば OK ですね。で、あとは c u t MF と MAX フロー、フローか。フロー ST を流してあげて、これがペナルティなので、楽しくこれを提出してあげれば OK。 g.cpp 通ったので、これを試していくと、24。あ,あ、2で割らないといけない。2で割るの忘れてた。はい。これちょっと2で割ってあげましょう。はい、この時12。で、この時は0。この時は合ってるということで、はい、これを提出してあげましょう。はい、よろしくお願いします。 はい。これはまあ、合ってるんじゃないでしょうか。さすがに。うん。そうですね。これは合ってますね。よろしくお願いします。あ、ちょっと TL いそうあ、TL しなかった。よかった。あ、AC ですね。はい。おめでとうございます。というわけで G 問題解けました。はい。じゃあ1問あと10分ですけど、頑張って解いていきます。